ハッピークローンで、あなたも生まれ変わりませんか？結論から言うと、お前は俺のクローンだ。そんなことね、僕だってどう見たって人間だもん。それ違うと思う。クローンなんでしょ。復讐しに行こう。こんにちは。88歳になったシナノさん、ハッピーバースデー。また誕生日来ちゃったね。若いのなんてあっという間よ。どのような反社会的行動を起こすかが分かります。アマ君はお母さんのことを殺しちゃう可能性がすっごく高いんだ。差別でしょそれ。完全な。はい。アマ、もし夢が覚めても私はいつだって私だって。リアルだよ、これはリアル。私たちにはもう戸籍も人権もないの。悩む権利もない。もし明日死んじゃうってなったら何したい？今日みたいな楽しい日がいいかな。大丈夫だよ。何が大丈夫なの？大丈夫だよ。世の中だって変わってくよ。いくら世の中が変わったって幸せになんかなれないんだよ。